ダイヤグラムダイヤ改正ヨーロッパの鉄道ダイヤ改正スイスのチューリヒティフェンブルネン駅に掲げられていた時刻表2005年12月11日から2006年12月9日まで有効と記されているヨーロッパの鉄道ダイヤ改正ではヨーロッパの鉄道におけるダイヤ改正について記述するヨーロッパの鉄道ではダイヤ改正は 多くの国で技術を統一して行われる。2010年現在は、毎年12月中旬頃に、最も規模の大きな改正があり、6月中旬に、それに次ぐ規模の改正が行われる。12月改正から翌年6月改正までのダイヤを、冬ダイヤ、6月改正から12月改正までの、ダイヤを夏、ダイヤと呼ぶ。 新路線の開業や新型車両の投入なども多くは、この日程に合わせて行われるが、様々な事情によりずれることもある。国際列車のダイヤ改正について協議するために、1872年から国際時刻表会議が定期的に行われている。冬ダイヤへの改正は、毎年12月中旬に、ヨーロッパのほぼすべてで同時に行われる。 夏ダイヤへの改正は原則として6月中旬であるが国により例外がある。ベルギー、オランダ、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアなどでは国内列車のダイヤ改正は冬のみであり夏改正は行われない。イギリスでは5月下旬、ロシアなど旧ソビエト連邦諸国では5月末にそれぞれ夏ダイヤ改正が行われる。 スウェーデンでは6月のほか8月にもダイヤ改正を行う。この他国によっては冬ダイヤ改正の後1月に小規模なダイヤ改正を行う。例えば2010年のダイヤ改正日は以下の通り。バカンス期などに運転される季節列車の運行期間はこれらのダイヤ改正の間隔より短いこともある。また工事に伴うダイヤの変更もこの日程と。 無関係に行われることがある。2001年頃までは夏ダイヤへの改正は5月末から6月初め、冬ダイヤへの改正は9月末から10月初めであり、冬ダイヤ改正より夏ダイヤ改正の方が規模が大きかった。ニュルンベルクの DB 博物館に展示されている1930年代から40年代の時刻表第二次世界大戦前は、 ドイツを中心とした大陸ヨーロッパ洋部では夏ダイヤ改正は5月15日、冬ダイヤ改正は10月8日と決まっていた。1937年からこの日程は崩れ、対戦中と戦後の混乱期にはダイヤ改正は不定期となった。1948年から定期的なダイヤ改正が復活した。 1956年からは、夏ダイヤへの改正は6月1日に最も近い日曜日、冬ダイヤ改正は10月1日に最も近い日曜日と定められた。ただしこの規則は必ずしも厳密に適用されず、これより1週間早い日にダイヤ改正が行われた年もある。 フランスでは1998年以降冬、ダイヤ改正を11月末から12月初めに行うようになった。そして2002年6月の夏ダイヤ改正は一部の国でしか行われず、同年冬ダイヤ改正はほとんどの国で12月に行われ、これがその年の最大の改正となった。2003年以降もこのパターンが定着した。 2000年代の北ヨーロッパでは冬ダイヤ改正を1月に行う傾向にあったが、スウェーデンとフィンランドでは2007年以降12月にダイヤ改正を行っており、デンマークでも2009年からは12月に改正が行われている。以下では大陸ヨーロッパ用部での改正日を太字で記している。列車の運行開始や終了などは改正日から数日ずれることもある。 出展は突起ない限りトーマス・クック、ヨーロピアンタイムテーブル覚悟のワッツニューディスマンスによる一部のダイヤ改正のみ記載。ダイヤ改正日以外にも主要な出来事の日程は可能な限り明記している。ありがとうございます。